ハッピーニューイヤー常磐病院の職員の皆さん、初日の出、そして先の日のアロハシャツ、それでは元気に年頭所感行ってみましょう。令和5年の新春を迎え、謹んでお喜びを申し上げますとともに、9年中は格別のお引き立てを賜り、深く御礼を申し上げます。一山一家、昨年は新型コロナウイルス感染症の猛威が続き、夏の第7波の感染拡大では常磐病院におきまして大規模クラスターを引き起こし、多くの患者様にご迷惑をおかけすることとなりました。この場をお借りして皆様にお詫び申し上げたいと思います。大変申し訳ございませんでした。再び大規模クラスターが起こらないよう、常磐病院では感染対策を徹底し、職員一丸となって取り組んでおります。令和5年は新型コロナウイルス感染症が2類相当の扱いから5類へ引き下げられる動きや、観光事業の活発化などもあり、昨年よりも一層ウィズコロナの生活が進むと予想されます。しかしながら、まだまだ油断ができる段階にはありません。常磐病院では昨年に引き続き、本年もより一層気を引き締めて新型コロナウイルス対策に当たりたいと思っております。一山一家、こうした状況の中、昨年はとても嬉しいニュースがありました。常磐病院は基幹型臨床研修病院に認定され、2名の初期研修医を受け入れましたが、2023年度は受け入れ枠を3名に拡大し、無事3名の初期研修医を受け入れることになります。また泌尿器科医も2名に増える予定となっております。厳しい医師不足のいわき市において、若い医師を養成する任務は大変責任重大であります。福島県はもちろん、いわき市で長きにわたり勤務していただけるよう、全力で研修の環境を提供したい所存です。常磐病院から地域に根ざす優秀な医師の養成を積極的に推進したいと思っております。一山一家、このように常磐病院の任務の一つは医師を含め医療者の養成にあります。新年も時和会グループの理念、一山一家、地域の皆様と共に生きるを合言葉に、常磐病院で働く全ての方々を常磐病院のご家族だという気持ちで、スタッフ教育に邁進していきたいと考えております。常磐病院は医療機関として皆様方のお力になれればと思っております。これからも変わらぬご支援とご協力を賜りますよう、心からお願い申し上げますとともに、皆様方のますますのご繁栄とご健勝をお祈りいたしまして、年頭のご挨拶とさせていただきます。一山一家、それでは元気に今年も新型コロナウイルスに負けずにお仕事いってらっしゃい。